失礼しました。治ったっぽいんでちょっとだけあります。ゼノスさんいらっしゃい、一ゲットありがとう。2個目さんあっくん、4個目さんのりとぺさんいらっしゃい、大丈夫そうだよね。6個目さんいらっしゃい。ボスだけ倒しときたいよな。配信ソフトでしたわ、デバイスじゃなかった。おかか、ただいま、ごめんやちゃい。ちょっと設定が重いかもしれんね。軽めの設定あれしよう。ピコーン、のりさんいらっしゃい。ソフト変えたの、いや設定をねちょっといじったんですよ、リカバリの後に。ちょっと映像に振ろうと思ってビットレート、それがいけんかったみたい、音声がおかしくなったの。ちょっとの差なんだけどね。あきらきさんいらっしゃい。そうなんですよ、ちょっとの設定でおかしくなる。まくついらっしゃい。おかしいのかな。ハマズンさん、ロコンさんいらっしゃい。うん、治った治った、ごめんごめん。さあじゃあ登ってみましょうか。うん、ちょっと治ったんでちょっとだけ。ごめんね、我慢できない子で、ちょっとだけやりたい。ちょっとプツプツ言ってるな、重かったか。へえ、軽くする設定、軽くする設定。ウィンドさんいらっしゃい。前と変わらんのんだけどな。なっちゃん、なっちゃんダメ。かな。グアゲラツスバドゥギダブワ。何語やねん。ちょっと一瞬止めていい？一瞬止めます。よし、更新して。マトさん、オチャロスさんいらっしゃい。懐かしいゲームやってる。ダメガネさんいらっしゃい。ギドビボア、なっちゃん邪魔しないで。今度は夏目が邪魔をしてくる。なんざますチミはぶっ飛ばすざますよって言ってるらしい。アッサン物欲さんいらっしゃい。うん、ちょっとね治ったっぽいんでちょっとだけあります。カビルンルンさんいらっしゃい。あれがクレープを率いてるのは心してかかれジャスティン。うん、けどさ弱そうだなあいつ。あ、怒った。点滅にご注意ください。あ、全然弱そうじゃない。ジョナさん、33個目さんいらっしゃい。変身しやがった。ひるむなジャスティン、力を合わせれば勝てぬ相手ではない、行くぞ。弱そうだな。エモさんいらっしゃい。こんな力を隠してたんだね。とりあえずガツガツ、回転アタック。でもこれ一体なんだよね。衝撃波を放って攻撃。全員キラキラしてんな。ひどい首、意地悪な首、優しい首、サーペント。あー、どれからいくよ。スタンガス、熱気ガス、キラーバイト。スタンガスやばそうだね。スタンガスでクリティカルやろう。
なんちゃんなんちゃんコメントしないで。銀のスプーンさん、エモさんいらっしゃい。で、一回ホムラムチで範囲攻撃をしよう。ただ、500ちょっとだったから集中すればいけそうだよね。あ、フィーナがキャンセルされた。じゃあこのおっちゃんも重くそういきますか。龍神剣いっちゃおうかな。フィーナもう一回ホムラムチ回復ガス、やっぱそうだ、優しい首。結局ね、Xスプリットもそうだけど、重かったのが Xスプリットで、プツプツ言ってたのがね、配信ソフトの音声ビットレートの設定があかんかったみたい。みんなキラキラ溶けたかな。あ、キラキラ溶けたよね。じゃあとりあえずひどい首倒して、うん、ビットレートだった。ちょっと落としただけでプツプツしてたみたい。キラーバイト、ん、あれどうなってる。ガドインさん、あれ何、混乱。なっちゃん技封じって出てる。分かった。す、寝るかな。ムーニャしてみよう。許せないわよ。寝ますか。キン無理だなっちゃん、顎でね、顎で打ってる。数が43、V スラマックスだ、素晴らしい。熱い首、意地悪な首、待機、優しい首いっちゃおうか。あ、こちらです。67個目さんいらっしゃい。バーンフレーム、バーン行こうか。優しい首。炎よ、燃やしちゃえ。あんまり炎効かない。やばいな。今技封じの状態だから、グラギンしてみて、フォーヘッドアタック。あ、よかった、ジャスティンで100もか。あ、こっちです。うん、いらっしゃい。治った。原因分かりましたわ、すっきり。じゃあアイテム使おう。あー、救急セットがない。じゃあちまちま行こう。80、数にして。あー、魔法が効きにくいのかな。じゃあガドインさんも殴りまくろう。ジャスティンまだ耐えれるね。うん、強いジャスティン強すぎる。あ、間違えたムーニャしちゃった。許せない。
もう一回寝ろ。寝ないかな。あー寝ないわ。やっぱ寝ないか。うん、カドリンさんはいいよ。フィーナ、元気そうで。フィーナでしょうか。フィーナ、そうだね、ボスは効かないな。当たり前だよね。ガドリンさん殴ろう。ちょっと余裕あるね。クリティカルしましょう。優しい首。あ、でも倒せちゃうな。チッパイいらっしゃい。ジャスティンが亡くなったから殴ろう。じゃあ意地悪な首いいぞ。キャンセルされた。やばいやばい。ジャスティンがちょっと退避しようか。退避しよう。ここ。あ、間に合わん。あー間に合わんとこったな。じゃあスーでくんかくんかしに来ました。いらっしゃい。くんかされに来ました。復活薬ジャスティン、初めてだね。ジャスティン死んだの。フィーナ、フィーナも回復させようか。元気そう。フィーナにして、うん、はい。で、ガドリンさんは殴ってもらう。意地悪な首強い。もうガドリンさんやっちゃってください。ジャスティンも殴っちゃおう。いけた。ふう。サハラ好みだから。そんなにだったな。レベルアップ。もうガドリン一人でいいんじゃないかな。パチパチありがとう。性格出ますか ？RPG 戦闘。やったねジャスティン。あとは勇者の槍を抜くだけ。うん、そうだ。最後の試練だけ。あ、あれ違うんだ。さっきの怪物が最後の試練だったんじゃないのかよ。力だけで倒せるようなものならば、わしら連戦の勇士にとって真の試練とは呼べぬ。ここから先こそがわしとお前の男が試される場所なのだ。さあ行くぞジャスティン。セーブありますか？セーブセーブ。情け。情けねえ。ちょっと降りてくる。うん、ちょい戻ろう。歴戦。ガドリンさんみたいな人が最後まで同行はせんわな。うーん、だと思うんだけどね。なんかちょっと匂わせてたリスナーさんいたから、もしかしたら選択式で選べるのかどうなのか。レベルよ上がれ。たまにはスーにするか。スーのどうかな。男塾名物。セーブしときます。秘密。
男塾第3の助っ人。ビールが始まるのか。なんで？マギーさんいらっしゃい。うん、治った。ごめんね。無駄な枠を取ってしまった。どうしても今日やりたくてさ。この先ってここかな？この後ろのこれだろうか？あ、これだ。あ、こず、114個目さん、いらっしゃい。なんだろう。あ、上に行く感じか。うん、音大丈夫だと思うんだけど、もしおかしかったらまた教えてね。117個目さんいらっしゃい。おそ松さん的な。もうおそ松くんじゃないもんね、あれね。おそ松さん。いけてます、ありがとう。ちょっとね、ビットレートの設定があかんかったのも。運命の間、日々勉強だね。生主歴長くてもちょっと設定いじるともうおかしくなる。気まぐれさんいらっしゃい。あ、本当に雑音とかなくなった。なんか怖いとこ来た。えれ、行き止まりじゃんか。どこにあんだよ勇者の槍なんて。ジャスティンよ、ここ運命の鏡の間で全てが終わる。この部屋こそがこの塔の勇者に与えられる最後の試練なのだ。これね、プレステいらっしゃい。え、吉尾さんいらっしゃい。いいとこ来た。最後の試練。試練の内容はその石板に記されている。読んでみるがいい、ジャスティン。石板？どれ石板？これか。おい、ガドイン、なんて書いてあるのかさっぱりわかんないぜ。その石板にはこう書かれている。読めないのに読ませたぞ。運命を切り開こうとする者よ、月の鏡と星の鏡、いずれかの道を選ぶがよい。月の鏡と星の鏡。パピタさんいらっしゃい。お前が読むんかい。なんでガドイン離れたんだろう。一つは未来へと通じ、今一つは死の国へと通ずるであろう。どういうこっちゃ。それって間違った鏡を選んだら死んじゃうってこと。最初から知ってたのね、ガドイン。どちらかが死ぬってこと。ガドインが一人じゃ大都を救えないって言ったのはこういうことだったのか。そういうこと。鏡にはまずわしが入る。ちょっと待てよガドイン、もしももしもだぜ。その選んだ道が間違ってたら、その時はジャスティン、お前が、あ、先に入るってことか。ガドインが、お前が残された鏡に入るのだ。道は間違いなく未来へと通じている。バカ、そんなこと聞いてるんじゃない。それってガドインが死んじゃうってことだろう。まさかガドイン、初めからそのつもりで。お前は旅人の身でありながらわしらの村を救おうとしてくれた。お前の男気に、わしが答えよう。そんな顔をするな。わしが死んだ時、ダイトを救うのはジャスティン、お前なのだぞ。死んじゃえだガドイン。きっと帰ってきてね。精霊の加護を祈ってるから。今精霊の道に、月を選んだ。月の鏡。さらばでジャスティン。ガドウィン、ブシャーとか嫌だよ。どうしたんだよガドウィン。ムームー、いかん。この鏡はわしには小さすぎる。は？ガドウィンさん、どうする。ズコン。あれれ、結局じゃあジャスティンが先に行くってことかな。カニ歩きで入るよ。なんだよガドイン、本気で感動してたのにさ。笑い事ではないぞジャスティン。そうだよジャスティン、こうなったらお前が行くしかない。さあ、試練の石板に示すのだ。ガドインさん、ちょっとこの人面白いな。この態度の変わりよう何？鬼や。
お前が進むべき道よ。わかったよ、ガトリン。ここで選択するんかな。さっきの感動回線、ガドインが入ろうとしてたのが月の鏡だよね。サトスさんいらっしゃい。月は味噌がついちまったからな。星行くか、星行くわ。あれ、ここで選ぶんかな。星の鏡選びます。今までにヒントはなかったの、一切なかった気がするんだけど、まあセーブしたし大丈夫。開け星の。やめてジャスティン。どうしたんだよフィーナ。何が勇者ジャスティン、バカじゃないの二人とも。だいたいどうしてジャスティンがダイトの人たちを救うために命を懸けなきゃいけないの。死んじゃったら冒険だってできなくなっちゃうのよ。それでもいいの。何を言い出すんだよフィーナ。俺が行かなきゃダイトの人たちが死んじゃうんだぜ。それでもいいってのかよ。私が行く。なんでそうなるフィーナ。私が鏡に入るからジャスティンたちはここで待ってて。バカなことを言うな。そんな危険なことフィーナにさせられるわけないだろ。違うわ、こういう時こそ冒険者としての経験と勘が大事なの。じゃあ俺が。どうぞどうぞ。ヤンポコさんいらっしゃい。だからお願いジャスティン、私に。分かったよフィーナ。だったら選んでくれよ、どっちの鏡に入ったらいいのかを。俺フィーナの選んだ道なら信じられる。ジャスティン、わしからも頼む。フィーナ、道を示してやってくれ。我が名はジャスティン、試練の石板よ、今精霊の導きに従い。ダメ、やっぱり選べない。もしも間違ってたら。私生きるんださん、いらっしゃい。俺はフィーナを信じてる。泣いてるね。マーラ様いらっしゃい。大丈夫だよ、フィーナの冒険者としての経験と勘を、いや何よりフィーナのことを俺は信じてる。だからさ、立ってフィーナ。試練の石板よ、今精霊の導きに従い。どっち？星の鏡を選ぶ。開け星の鏡よ。私が選んだ方。スーは元気ね。ジャスティン、絶対帰ってくるよね。ああもちろんさ。じゃあガドイン、フィーナとスーを頼んだぜ。うむ、安心するがいい。ガドインさん内心ホッとしてんだよ。ちょ、行ってくるね。フィーナ、私これからもずっとあなたと一緒に旅がしたい。ここでお別れなんて嫌。お願いだから帰ってきて。帰ってくるよ。フィーナが選んだんだもんね。平気よねジャスティン。ガーラエル軍と戦った時も、世界の果てから落っこちた時も平気だったんだもんね。ああ今度だってうまくいくさ。勇者の槍を持って帰ってみせる。お前は勇敢な少年だ。もしお前が死んだら、お前の墓には三頭のヒリを捧げよう。死んだ後の話をするな。はい、行ってきます。言霊ロゼさんいらっしゃい。行くぞ、これこそ未来に通じる道だ。ガドインおもろいわ。あ、よかった。これは、正解は星なんですか。最初に選んだのが正解になるのかな、ストーリー的に。月を選んでたら月だったんだろうか。フィーナが、選んだ道が正しかった。ありがとうフィーナ。それか月を選んでも星って言ったのかな。ちなみにヒットポイントは全開ですね。よし、槍を持って帰ればいい。変な番人はいないな。
どちらにしても星らしい。私正解だったんだ。勇者の槍を引き抜いた。あ、と思うじゃん。っていうか、あ、ガドウィンが先に月を選んでたから。何が起こったんだ。こんなの聞いてないぞガドウィン。早くこっから逃げなきゃ。ダッシュダッシュ。あ、どうする。あ、落ちちゃった。助けて精霊石。なんでこの光は。よかった。今呪われた塔が崩れ去ろうとしている。ジャスティンが勇者の槍を抜くことに成功したのだ。まさにあいつこそ真の勇者だ。そんなことどうでもいいわ。そうよねフィーナ。ジャスティンはどうなったの。そんなこっちゃどうでもいいんだよ。いくらの時間も残っていないぞ。フィーナとスーは先に外に出ておれ。ジャスティンが戻るまでわしはここで待つ。いやいや、私ここで待ってる。ジャスティンを置いてなんか。ジャスティン、フィーナちょっとしっかりして。ジャスティンならきっと大丈夫よ。このままではわしはジャスティンと約束したのだ。やむを得ん。何すんのかと。あ、ポイってする。あ、あれ、ゴーストさんいらっしゃい。あー、間に合わんから連れて出たのか。どうなる。お前も出るんかい。まあフィーナたちが出ようとしないからね。あ、塔が崩れる。ジャスティン、ガドウィンの走り方ほんま好き。崩れちゃった。ちょっとゴールドセント似てるよね。どうしよう。フィーナ絶対ガドウィン。ジャスティン、忌まわしき塔は光と共に去った。だがジャスティンよ、まさかお前までもが一緒に。えい、お前だけは死なせはせん。この二人を村まで送り届けたらわしも腹を切る。どうすんの。ジャスティンは死んだりしないわ、ガドウィンのバカ。蹴った。ジャスティン。あ、むむ、何事か。何なのあの光は。来た。ジャスティン、よかったよかった。怪我は、どこも怪我はないのか。この通り、ピンピンしてるよ。枠がおかしいね、プツプツしてるね。ジャスティン、本物の勇者みたい。見事だ。やはりお主はわしが見込んだ通りの男だったようだな。そっか、ガドウィンにそう言われると照れちゃうな。ジャス